はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。10日ぐらいかな、まあ1週間ぐらいかな、エンジン全然かけてなくてバッテリー上がっちゃいますので、今日はですねエンジンをかけたいと思います。今ちょっと乗ってきたんですけど、エンジン自体はまあかかりました。ただバッテリーやばかったんで、ちょっとエンジンかけてみたいと思います。で、実はですね、僕仕事さっき終わったばっかりで、今日はこういう格好で来てます。仕事帰りなんで汚れてるんですけど、こんな感じで今日はやっていきたいと思います。まずですね、エンジンをかけてみます。あ、すんなりかかりましたね。こんな感じでマジェスティ C です。紹介していきたいと思います。ちょっとうるさいんで、まあすんなりかかったんで多分変えれると思います。バッテリーはね、今ちょっと乗ってきたんでね。マジェスティ C で5連メーターです。5連メーター後で見せます。フロントマスクついてます。サイドカールついてますね。で、メッキの、カバーですか、フロントフォークカバーついてますね。で、今そこの角度からだったらちょっと見えづらいのかな、シシバついてます。じゃあ横向きちょっと行きましょう。横向きです。エナメルのシート買いましたね。4000円ぐらいだったかな。あとグリップ変えてます。サイドミラーも変えてますね。ハンドルも変えてます。で、この、マフラーがちょっと分かんなくて、メーカーがまあまあいい音します。で、さっき言ってた CC バーですね。 CC バー、あと後ろのこのテール部分っていうのかな、リアテールっていうのかな、ウィングっていうのかな、これは本当はですよ。本当はこういうのつけたいんですよ。本当は。ヤンキーテールみたいなのつけたいんですけど、ちょっと、おとなしようみたいな感じで押さえてます。本当はこういうのつけたい。もうここまで来てもいいんじゃない、こうして、こう。そういうのあんのかね。足置くところはゴールドにしてるんで、ちょっと今見せます。ゴールドですね。自家塗装です。もう塗装ちょっと剥がれてきて、かなり、汚れてきてますね。で、オーディオついてます。オーディオも一応ゴールドに自家塗装しました。じゃあ、後ろ側行ってみたいと思います。はい、後ろこんな感じですね。サスペンション、黄色い部分ですが、サスペンションは変えてあるのかな？一応僕が買った時にローダウンしてあると聞いてます。ステッカーは殺処分ゼロへ。これは自分で作って貼りましたね。ブレーキランプはスモークテールにしてあります。スモークライトっていうのかな？弾丸エアフィルターっていうのかな？これは。前、走ってる時に、これ取れちゃって、弾丸のやつ。上のやつが取れちゃってびっくりしましたね。で、下は、メッキのカバーがついております。4センチぐらいローダウンしてあります。一応、後ろがね。めちゃくちゃかっこいいと思うんですけどね。めちゃくちゃかっこいいと思ってます、僕は。こんな感じですね。前はこんな感じですね。下から見ると、こういう感じで映りますね。ちょっとエンジンかけて乗ってみます。こんな感じですね。まあバッテリー上がるかなって思って今日久々にかけたんで良かったです。バッテリー、バッテリー上がりかけだったんですけど、 LED バルブつけてます。後ろはこんな感じですね。ライトつけたらちょっとビビリ音がするんですけど、まあ古いから仕方ないか。こんな感じですね。5連メーター。今、走行距離24,617キロですか。そんな感じですね。
13.9 ボルト。大丈夫ですね。去年の3月ぐらいに買って、夏に乗ろうと思ってて、買って、夏はもう過ぎちゃって、もうちょっと涼しくなりました。もう寒いぐらいです、今。寒いです。今日もね、ほんと寒いんで、売ろうかなーとか思ってたんですけど、まあもうちょっと乗ってみようかなーみたいな。まあ欲しい人がいれば、もしかしたら売るかもしれないです。12万ぐらいで売ろうかなーとかは思ってますけど、まあもうちょっと欲しい人も見つからないんで、うん。もうちょっと乗ってみようかな。マフラーの音はこんな感じ。聞こえるのかな？こんな感じ。聞こえますか？こんな感じです。僕のバイク、マジェスティ C でした。ありがとうございます。